い党本部から河合被告に1億5000万円が支出されたことについて、昨年の総裁選の総理は責任を持って対応したいというふうにおっしゃっていました。改めて党総裁として再調査する必要性についてどうお考えでしょうか。これについて私総裁になって報告を受けてます。党で所定の手続きを得た上でルールに基づいて交付されている、そういうことでありました。その報告を受けてもう再調査の必要はないというふうにお考えだったということ。党でそういう手続きを得て交付されたということでありました。政治と金を巡る問題が相次いでいることについて、国民側から不信の声が上がっているんですが、党としてはこうした信頼をどのように取り戻していくのお考えでしょうか。これは政治と金の問題というのは言われて久しいわけですから、我々この政治、特に選挙の試練を受ける者にとってはですね、大変重要な課題なんです。しかし金のかからない選挙をしようということを言われるんですが、誰が一番望んでるかというと候補者になる者が一番望んでるんですよ。ここのところをマスコミの皆さんにも十分理解していただきたい。金のかかる選挙なんか希望してる人なんかいません。誰が金がかかるような選挙になっていってるんですかということをね、みんなでもう一度考えてみる必要があります。自民党は率先してそういうことに対して真摯に向き合っていきたいと言っております。はい、共同通信から今の質問とも関連するんですけども、先ほど次衆院選への影響、こういった政治と金の問題がですね、ここの次衆院選だとか、あるいは都議選に与える影響、どうお考えですか。マスコミが捉えるのには捉えやすい課題ですね。みんなが関心を持ってこう見るわけですから、政治と金の問題といったって、これはまあ言われて久しいわけでありますよね。随分政治と金の問題はきれいになってきてるじゃないですか。このことはやっぱりマスコミも一般国民の皆さんも評価していただいて叱ることだと思います。我々はその面にもっともっと励んでいくといいますか、努力をしていきたいと思います。政治と金と言いますけど、金なんか使って選挙をやりたいなんて思ってる者は誰もいないんです。少なくとも自由民主党の中にはいないんです。ですからそういう認識で改めて考えてもらいたいと思います。政治と金って言うと、なんかね、立候補する者が金で選挙しよう、そんなことを思っている人は誰もいません。そんなことは決して普通のことではなくて、選挙に金がかかるなんて屈辱です。政治を志す、真面目に政治を志す者にとって金が必要だなんていうことを言われること自体がね、本当に屈辱と言いますかね、我々は内心けしからん話だと思っています。そういうことのできるだけそういうことが国民に理解されるように我々もしっかり努力をしていきたいと思っています。冒頭のね、この映像は河合克行がなんか有罪判決受けて収監される、1ヶ月ぐらい前の二階さんの記者会見なんですけど、やっぱり二階さんってなんか今最近ちょっと昔の映像をいろいろ見返してるんですが、悪党として一流ですよね。なんかこんぐらい居直れないと自民党の幹事長は務まらないんだぞと。そういうことをね、ちょっと今回中国新聞がいろいろ報じたことを受けて、改めて見返すとそう思いましたね。他山の石発言とかって炎上してたじゃないですか。今思えばよう言うたなって感じじゃないですか。今日はね、河合夫妻関連の問題、YouTuber でね、取り上げてる人、ほとんどいないというか見当たらないぐらいなんですけど、私としてはこれね、すごい問題だと思ってます。ジャニオタがジャニーズを批判できないのと同様、愛国者の先生方が自民党を批判できないようですから、私は代わりにしておこうかなと思います。愛国者の先生方もね、この件についてはなんか触れないですよね。びっくりするんですけど。さすがに、ね、そう、例のメモが、デマだ
とかって、一丁紙するわけにもいかないんでしょうね。森友とかね、桜とか、影とかの問題だったら、もう、安倍さんは無実だとか、マスコミの変更報道がどうだこうだとかっていう元気はありましたけど、この河合夫妻の問題っていうのは、ね、まあ、二人逮捕されて、ね、罪問われてますし、自民党が金振り込んだのはもう認めてますからね、なんか希釈する方法があんまないですよね。てなわけで、この件の第一報が出た後の続報についてね、今日は掘り下げていきたいなと思います。もう本題に先立ちまして、ちょっとチャンネル登録してください。チャンネルが変わってますので、これサブチャンなんですけど、今収益化がね、一応なぜかまだ続いてますが、いつ止まるかわかりませんが、チャンネル登録しておいてください、本当に。で、早速本題入りますけど、河合克行および奥さんだったアンリさんによる、前代未聞とも言える大規模買収事件。まあ、これの概要については前回取り上げたので、まあ、興味あれば過去の動画見てください。まあ、簡単に言えば地元の県議会議員とか市長とかに金配り歩いて票の取りまとめをお願いしてたって話ですね。で、複数人区、2人区の選挙区で自民党から防止処理出てたんですけど、その人を脅すために、まあ、これやってたって話です。事の顛末としては。で、まあでもバレて、この二人がまあ起訴されましたと。で、そこで、その後問題になったのは、まあ、この二人は悪党なのはそうなんだけども、まあ、二つ問題があって、一つが、その買収された側が誰も罪に問われないという判断をした、まあ、検察に対するものが、まあ、まず一つですよね、と。まあ、これについては河合克行が主張していることは一理あるんですね。裁判として不公正だっていうやつですけど。で、もう一個が、まあ、今一番話題になっている、その買収の原資となる1億5000万を超える金はね、誰がどういう形で提供したのかだったり、また追加でスガッチとか、そういうメモが出てきて、まあ、合計トータルね、2億円ぐらいを、河合案里の選挙で使ったっていう、まあ、途方もないことをやってたっていうことがね、まあ、分かったっていうのが前回報道ですね。第一報、中国新聞のスクープなわけです。で、ちょっとだけその前回のスクープの記事について振り返っておくと、まあ、河合克行元法務大臣の自宅を家宅捜索した際に、当時の安倍晋三首相をはじめ、安倍政権の幹部4人から、現金計6700万を受け取った疑いを示すメモを発見し押収していったと。で、それをもとに、法務大臣に、まあ、取り調べも行ってたと。ただ、取り調べは拒否してたみたいですね。で、検察当局は当時、まあ、元法務大臣が広島県内の地方議員や後援会員に現金を配り回った買収の原資だった可能性があるとみて捜査していたと。で、その当該のメモには、上半分に第三選挙区支部と第七選挙区支部にそれぞれ7500万が振り込まれたっていうメモ書きと、入金された時期が詳しく書かれてて、で、その下にはプラス現金6700と手書きで記され、さらにその下に、総理2800、スガッチ500、幹事長3300、あまり100と、まあ、手書きされてたと。で、あまりは100万しかくれないのかということで、呼び捨てにされてるのが面白いねっていう、まあ話と、絶対スガッチって呼んでねえだろうって感じなのにスガッチって書いてるのが話題になってるわけですね。で、この安倍っちスガッチ、二階一あまりが、その犯人っていうことがね、まあダイイングメッセージのような形でこれ今回書かれてたわけですよ。で、その後のちょっと続報をいくつか見ていくっていう話なんですが、まずね、一つ目に興味持った記事が、なんでこんなメモ、河合克行が残してたのかに対しての、まあ、答えですね。はい。これ、河合克行が最悪パクられた時に、この4人を、この4人にやらされたんですとか、そういう感じで、ね、組長を売るためのものではなかったようです。河合克行氏自身がメモマだったと。いうことが理由のようで、何でもメモして記録に残す癖があって、それがもうたまたまこういう形になったっていうのがことの経過みたいです。で、なんかそれについて書いてる記事が結構面白くて、まあ、例のスガッチ500とかのペーパーの信憑性も、まあ、少し増させるような話が出てます。金額が最も多い二階氏は幹事長として党内の選挙資金を差配する立場にあった。19年の政治資金収支報告書によると、10億円超えの党の政策活動費を預かっていた。安里氏は参院選の立候補を二階さんからの打診と周囲に語っており、当選後に派閥で迎え入れたのも二階氏だった。
で、さらに安倍、菅両氏も含めた3人は選挙中に広島に入り、ガイドウェイホテルで安里氏の応援マイクを握った。中でも二階菅の両氏は現職で岸田派幹部だった溝手健生氏の支援は一切せず、安里氏だけを推す肩入れぶりだったと。甘利氏は安里氏の擁立時、選対委員長として候補者調整を仕切ったと。選挙戦の前後を通じ、再三政権の意向を周囲に語った、誇っていたのが克行氏だった。安里さんのバックは安倍政権そのものなんだよ。選挙中中国新聞の取材にもこう答えていたと。で、地方議員や後援会員らに現金を配り歩き、一部の議員には総理から、安倍さんからと手渡したと。安里氏も二階さんからと言い添えて県議に現金を渡していた。火災の言動は克行氏のメモの記載と符合すると。で、克行氏は元来メモマとされ、日頃の些細な出来事の記録も残したがる性格だったという。元事務所のスタッフの一人は、とにかく何でもメモに残す。我々もいつもメモを取れと指示されていたと明かすとなっているわけです。で、これね、今振り返ってみたときに、愛国者先生方は全然取り上げてなかったって話を、まあ、冒頭しましたけど、これ、左の脳内ジャーナリストと言われるね、人たちが、まあ何人かいると思うんですけど、あいつら相当適当だったなという話ですよね。どういうことかっていうと、なんか、安倍二階、安倍 VS 二階とか、安倍麻生 VS 菅二階とかって言ってなんか騒いでた人たちいたでしょ、何人か。全然対立関係にないってことですよ。で、あれ、だから脳内ジャーナリストたちは、結局、取材は脳内でしかしてなかったってことですよね。中国新聞の記事見ればわかりますけど。これ安倍二階対立関係にあるわけじゃないじゃんって話ですよ。もう冷静に考えたらね、河合案里の応援演説に安倍晋三があんだけ入ってて、二階派に入ってますから、まあそこになんかその大きな対立関係があるって、まあ考えてもおかしいっていうのと、そもそもね、その、ずっと自民党総裁やってる時に幹事長に二階っていう人を置いてたっていうのを考えるだけでも、安倍 VS 菅二階とかっていうのがいかに脳内妄想レベルかって話ですよ。で、それなんかもう愛国者先生方がはっきり言って、なんか親中派の二階と安倍さんは戦ってたみたいな、なんか与党とレベルとしては同じですよね。だから改めてね、ネットの情報は信じてはいけませんって、まあ自分がネットで発信して言うのもなんですけど、ネットの政局通とかって言われてる人間がいかにいい加減かっていうことがよく分かったと思います。うん、僕がパッと頭に浮かぶだけでもまあ2、3人いますけど、まあひどいもんですよ。はい、無責任な人たちですね。だから、今回これすごい話題に一応ツイッターとかでなってると思うんですけど、そう、当該のジャーナリストの2、3人の方々は、全然この問題触れてないんですよ。まあ、もちろんね、週明け触れるのかもしれないですけど、なんか、当初すごい問題にしてたじゃないですか。安倍逮捕されるんじゃないかとか、なんか安倍 VS 二階の戦いが熱いとか言ってたくせに、いかに適当だったかっていうのは、皆さん知っていただいた方がいいんじゃないかなと思いますね。まあ、もともとね、その、立憲民主党と岸田さんが連立するとか適当なこと言ってたのを紹介したことありますけど、大体間違ってますからね。あれがなんかなんでね、あ、こいつホラッチョだってならないのかはちょっと僕も、まあ、正直謎ですね。いや別にね、予想するのはいいんですよ。僕も予想して外すんで高市早苗が政界再編するんじゃないかとかって言ってね。それはやっぱり、こう外した時にはね、すいませんでした。ヨタでしたと。いうことはやっぱり言わないといけないと思うんですよ。で、まあまあちょっと話戻すと、この中国新聞の報道って、まあ論理的に考えたときに、やっぱりどっちに転んでも二階さんとか安倍さんとかって困る内容ですよね。仮にこのペーパーのな、あまり100とか、スガッチ500って書いてるペーパーがね、全部嘘だとしても、嘘だった場合、結局自分たちの方に返ってくるわけですよ。あ、じゃあ1億5000万でやったんですねって、やるなるじゃないですか。僕は両方、金に色はないんで、両方が買収資金だと思ってますけど、まあ、その、結局1億5000万でやったってことですねってなったら、当時のじゃあ決裁者、安倍さん、二階さんですよねとなって、自分の方に返ってくるし、ペーパーが本当だったら、安倍さんも二階さんも犯罪者ですかと、菅さんも犯罪者ですかということになるわけですよ。当時、その買収資金がどうなんだっていうところについては、意見は分かれてて、まあ、河合克行と、党の公認会計士とされる人は、買収資金にこの1億5000万は使ってませんっていう主張を一応してるみたいで、一方で元会計士の人は、会計士って河合克行の元会計士の人は、まあその支給された1億5000万から充当してるという趣旨の発言を裁判でしてます。
ここはだから分かれてます。はい。僕は後者だったと思いますけど、まあ一応分かれてるんですよね。だから、どっちにしてもでも、安倍さんも二階さんも、あとまあ菅さんもそうかもしれないけども、まあ、全員総ぐるみでね、執行部がもう反党行為に近いことをしてたんじゃないかっていう、まあ話ですよ。あ、ところでなんですけど、まあ今はね、ちょっと振り返っておくみたいな話の中で、1億5000万のその買収資金と言われた党からのね、河井夫妻に振り込まれたお金について、まあ、自民党執行部ってどういう主張をしてるかっていうことを、ちょっと一応振り返りで皆さんにも知っといてもらいたいんですけど、まあ、二階さんの当時の会見とか見てもらうとわかるんですが、1億5000万のね、党本部から振り込んだ件、誰が責任者なんですかって、その中国新聞とかいろいろ何回も聞かれてるんですよ。で、まあ、基本的にあんまりまともに真正面から答えないんですけど、なんか、自分たちに責任はありますと。ただ、自分たちで判断してませんみたいなこと言うんですね。党本部から政党支部に振り込むっていうことはまず何ら違法ではないという、まあもちろん話はしつつ、誰が党内の手続きとして決裁したんですかって聞かれたときに、登記上、立て付け上責任者は我々ですと。ただし、その選挙っていうのは、まあいろんな人が関わってるんで、私は知らんすねみたいなことを言うわけですね。二階さんも安倍さんも。だからもう組織決定したものであり、個人が誰が決めたとかっていう話ではないみたいな、丸山雅夫も驚きの無責任の体系を披露してるわけですよ。ここでだから、1億5000万が買収に使われてないっていうんだったら、なんでそんなそこでもっさりした言い方をするのかっていうのは、改めて不思議な点なんですよね。河井克行って、じゃあ買収資金どうやって用意したんですかっていう話の中で、なんか最初は否定してたんだと思うんですけど、なんか途中からやりましたって認めたときに、なんかタンス預金で買収したって言ってたんですね。何千万も使って。もちろん誰でもわかるような嘘なんですが、まあ嘘をつきながら体を張ってるわけですね。ヤクザの鉄砲玉としては優秀ですよ。で、タンス預金でやったんだったら、でも、なんで自民党のでも一方で幹部の人は1億5000万を決済したフローを話したがらないのかっていう話にでも返ってきちゃうんですよ。だって、河井克行さんはダンス預金でやってるはずだったら、別に1億5000万っていうお金はやましいものじゃないはずですから。どういう手続きで、例えば安倍さんが決めましたとか、二階さんが決めましたとか、そういうこと話してもいいはずなのに、まあ、決めないわけですよ。実はここだけすごい濁してるっていうのが、結局この1億5000万も、まあ、黒いお金じゃないですかっていう話に繋がっちゃうと思うんですね。で、まあ私の見立てでは、まあ安倍さんも二階さんも菅さんも仲良く決めましたっていう単純なオチだと思うんですけど、これ安倍さんが悪いってしたくなくても、でも二階が全部悪いともしにくいっていう、まあ、愛国者先生方にとっては、まあ、この問題を論じるのがいかに難しいかっていうと教えてくれてますよね。勝之さんはね、その、1億5000万は買収資金ではない。タンス預金でやりました。で、今回のこのスガッチ500のメモについては、取り調べ自体を拒否するっていう態度を取ってるようですね。中国新聞の報道によれば。ちょっとそれについての報道も見とくと、関係者によると、勝之氏は取り調べの際、広島県内の地方議員や後援会に配り回った現金の出所を尋ねる検事に対し、1億5000万が原資でないことは分かってるでしょう、などと逆質問し、検察側の認識を引き出そうとしていたというと、検事は明確な答えを返さなかった一方で、勝之氏の自宅から押収したメモを提示。当時の安倍晋三首相をはじめ、政権幹部4人から計6700万の現金を提供されたと疑わせるメモの内容を踏まえ、この現金こそ、地方政治家や後援会員に渡した現金の原資だったのではないかと追及したが、勝之氏は取り調べに応じなかったというと、まああるようですね。だから明確に否定はしなかったようです。まあ、否定して偽証に問われたら困りますからね。で、ちょっと最後に、疑われてる党の菅さん、二階さん、甘利さんはどう答えてるかというと、まあ、甘利さんは100万人中見舞いでしたっていうふうに述べてて、それに別に違法性ないですよって話をしてるっていうのは以前取り上げました。で、甘利さんはそのメモをその通りだって言ってるんで、まあ、ある種信憑性を少し上げてくれるような発言はしてます。メモ全体のね。で、一方で菅さんと二階さんはもう全否定。菅さんは中国新聞の取材に対して、勝之氏への500万の現金提供について、そんなことあるわけがないとして、スガッチと呼ばれていたかどうかについては、知らないと述べたと言ってるそうですね。なんで知らないやん。で、これ知らないってことは、やっぱりスガッチは、呼ばれてなかったってことですよね。スガッチ先輩みたいな感じで、
河合克行は言ってなくて、結局、500万くれたから、こいつあだ名で呼んでやるかと。甘利は100万しかくれなかったから、呼び捨てだと。で、幹事長と総理は、まあ、大金くれたから、こう、継承というか、そういう役職名で呼ぼうかという、克行さんのね、人間性が現れた文書、メモだったということが伺えますね。あ、面白いですよね。で、あと二階さんのね、これ、答え方が、めちゃめちゃ、ぬすっとたけだけしい感じなんですけど、二階氏は7日、3300万を提供した疑惑について、そんなことあるわけないじゃない。証拠だってあるのかいと強調したと。まあまあ、そういうのはいいでしょうと。で、買収の原資になった疑いがあると検察当局が見ている点を尋ねると、冗談じゃないよ、と色をなして反論。克行氏の妻で参院選に立候補した安里氏について、安里って一体何者なのよ、とも語ったと。安里って誰って言い出してるっていうね。これなんか、やっぱり、二階さんっていうのは、ちょっとやっぱ悪党としてね、一枚上ですよね。もう堂々とね、こういうこと言っちゃいますっていうところが、もう冒頭の映像とも絡みますけど、まあ、この人すごいな。ちょっとなんか一応ボケてるようにはもちろん見せてますけど、いや僕、この人はなんかそういうこと言えちゃう人だっていうのが、やっぱり政治家として恐ろしいなと思いますね。安倍さんとか二階さんとか、甘利さんとかより、なんかこう、まあ政治家っぽい政治家な感じしますね。悪い意味での。こういう感じのなんかどす黒い政治家って、もう自民党でもあんまいない気もしますよね。今の茂木さんとかってなんかそういう感じないじゃないですか。まあある意味それがでも、安倍政権の、こう、強権的な執行部のあり方っていうのを、まあ、補強してたっていう意味で言うと、まあ安倍さんにとって二階さんっていうのはありがたい存在だったんじゃないかなと思いますね。あの、中国新聞の別の記事に出てますが、やっぱり広島県連とかはね、自民党とかがめっちゃ怒ってるんですよね、今回のやっぱり県は。そう、溝手県政というね、同胞をしばくためにね、大量の金つぎ込んでるって意味不明だろうって話だし、結局ね、有権者買収して、で、やってしまったがゆえに、候補も立てられなかったわけでしょ？まあ、公明党が出て勝ったはあったんですけど、まあ、次の選挙で、まあ、今、岸田さんが総理になってるから、同じになるとは思えないですけど、自民党っていうのが、まあ、こういう政党だっていうことが、まあ、分かったっていうのは、良かったと思いますし、まあ、国会でもね、さすがにこれを取り上げられると思いますね。はい。この件はね、維新とか国民民主ですら、これはやべえわって言ってますから。維新もやばいと思いますけど、まあ、国会でもこれは、さすがにテーマになるんじゃないですか、臨時国会で。でもなんかこう、どうね、あの、物事を進展させる形にできるかっていうのは、難しいというか、岸田さんがね、反省して、その、本年を締め直して頑張りますって言って終わるっていうのじゃ、やっぱもう、面白くないですからね。まあ、本日の動画は一旦以上となりますけども、役に立ったという方はチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。